クヨです。アオイだぜ。このチャンネルでも随分ハマった人たちの紹介してきたよねー。宗教にハマった人たちのことか。いろいろあるじゃない。詐欺商品にハマったとか、底なし沼にハマったとかさ。底なし沼にハマった人はそうそういないけどな。じゃあ今回もハマった人たちの紹介にするか。ハマってるものといえばスイーツとか。いや今回はホストにハマって貢いでヤバかった女性芸能人を紹介するぜ。そっちか、お金があれば一度は行ってみたい。最初は坂口安里さんだ。やっぱりトップはこの人でしょうね。母親が女優の坂口涼子さんだってことは知ってるよな。母親が坂口涼子さんだから安里さんを知ってるんだもん。なるほど、うまいこと言うな。父親は地上げの神様とまで言われた不動産業者だったが、バブルの崩壊で転落、坂口さんの預金もいつの間にか下ろされていた上、知らぬ間に連帯保証人にされてたんだ。その額はなんと40億円っていうから驚くよな。坂口涼子さんって可愛らしいあの笑顔の裏でそんな苦労をしてたの。そうなんだ。1994年に離婚してからは、幼い長男と安里さんを育てながら、借金の返済を迫られることになり、キャラが安かろうが襟好みせずに仕事をこなし、必死で働いて借金を返し続けたそうだ。安里さんはそんな母親の背中を見て育ったのね。安里さんが芸能界デビューしたのは2008年、17歳の頃だ。安里さんだけでは売れないことを、理解していた坂口さんは安里さんを献身的に支え、少しでも力になろうと、自分の運転で仕事場に来ては周りを明るい雰囲気にしてくれてたそうだ。よく親子でバラエティ番組に出てたもんね。2012年には坂口さんがプロゴルファーの尾崎達夫さんと再婚したよな。綺麗だったよねー、坂口さんのウェディングドレス姿。とても56歳とは思えなかったわ。ジャンボ尾崎さんも幸せよねー。こら、ジャンボ尾崎っていうのはお兄さんの尾崎正史さんのことだろ。尾崎達夫さんはジェット尾崎だぜ。ああ、それで弟はジョー尾崎だっけ、わかりづらい。つくよにわかりやすいようにつける必要もないからな。実は坂口さんと尾崎さんの交際が発覚したのは1999年だったんだ。でも当時7歳だった安里さんは家に来た尾崎さんに、嫌いだ、とゴミ箱を投げつけたこともあったそうだ。お母さんを取られちゃうって思ったのかしらね。坂口さんは、母親よりも仕事や女としての恋を選んだ自分に対する負い目が強くて、娘をたしなめることができず悩んだらしい。だから長年の事実婚を経て、安里さんが成人するのを待っての結婚だったんだ。坂口さんも尾崎さんも安里さんを大事に思ってたのよね。なのに、安里さんたら尾崎さんをおじさんとしか呼ばなかったんですってね。安里さんがお父さんって呼んだのは披露宴の席でだったそうだ。この結婚式は坂口さんにとって、人生で一番と言っていいほど幸せな時間だったんじゃないかな。安里さんも本当に成長した証だったらよかったのにな。だが、2013年3月27日、坂口涼子さんは横行結腸癌と併発した。肺炎により帰らぬ人となった。夫婦生活わずか7ヶ月での悲しい別れだったわけだ。おばあちゃんも思わず泣いちゃったって言ってたわ。神様って本当にいるのかしらって思ったって。癌が発覚したのは2011年の秋だ。闘病中もドラマやバラエティ番組に出演し気丈に振る舞ってたのは、ひとえに安里さんのためだった。離婚後、無我夢中で働き、育児ができなかったことをとても後悔していて子供たちに罪滅ぼししたいって言ってたそうだ。そうだったんだ。亡くなる5日前、坂口さんは母娘でイメージキャラクターを務めていた化粧品会社の、契約の更新をしてる。体調が悪く車椅子で尾崎さんと会社に出向いたそうだ。これも娘に仕事を残そうっていう一心だったんだ。どんだけ愛されてたんだろう。最愛の母を失った安里さんが注目を集めたのが2014年12月にお笑いコンビバイキングの後藤芸二さんとの交際だった。安里さんはコプーゲちゃんといるとなんだか安心するって言ってたけど半年で破局したよな。後藤芸さん大変だったみたいだよね。さんまさんが番組で安里さんは自宅マンションの番号がわからず毎日親に確認してるって言ってたもん。そういうところも面白くて好きって小峠さんはフォローしてたんだけどな。でも親しい人間には安里さんの行動に愚痴をこぼしてもう面倒だから別れたい、年内には決着つけるつもりと話してたらしいぜ。フォローしきれなかったか。実は安里さんは小峠さんと交際中からホストが用意してたらしい。友人とホストクラブを訪れ5時間滞在、さらに24時間営業の飲食店で時間を潰して朝9時前にはアフターでイケメンホストと合流してホストクラブに入店するっていう合流ぶりだったそうだ。安里さんのイケメンあさりって本当だったのね。それに遊んでるそのお金って坂口さんの遺産だったんでしょう。
一説によると、5000万円ほどのお金が遺産としてあったと言われ、それも使ってしまって、そこからまた借金を何千万円単位でしてたらしいな。借金までしてホストに通っていたって報道されたもんね。遺産が入ったことで六本木ヒルズに住み、歌舞伎町のホストクラブに通うようになったアンリさんは、一晩で数百万円を浪費する豪遊ぶりだったっていうが、原因は負けられないライバルが出現したからとも言われてるんだ。ライバル？ホストにはまるのはライバルがいるからなんだぜ。同じホストを指名し、どっちの方が大金を使って、より長い時間、自分の席に着かせるかっていう奪い合いなんだ。あとは、それぞれ別のホストを指名して、どっちのホストが月の売り上げトップになるかとかな。なるほど。指名ホストの奪い合いか、ライバルと掛け合っちゃったら、張り合ってすごい金額使っちゃうってわけね。ホストが酔いで借金まみれっていう報道を、2016年3月に当時の事務所を自ら退所して、キャバクラ店のホステスとして働きながらアンリの芸名で大人ビデオの女優へ、転身したアンリさんは誇りを持って仕事するって言ってたよな。女優の契約料が1億4000万円とか出てたよね。2000万円はホストにつぎ込んだ借金の返済に当てたし、稼いだ大金は右から左へと。ホストクラブ遊びに消える日々で毎日の生活にも苦労するほど困窮していたっていうよな。そんな中で起きたのが2017年の3万円恐喝で逮捕報道だ。ホストの30代男性に3万円貸してほしいって SNS でメッセージを送ったら断られたからって。ホテルで撮影した写真をばらまくって男性を恐喝したってやつね。この男性に対しては2019年にも男性の自宅マンション内に侵入したとして逮捕されてる。不起訴とはいえ、ホストとのトラブルで二度の逮捕はやばいよな。アンリさんって大人女優やって、キャバ嬢やって、デリヘルやって今は何してるんだっけ？2022年に元女性のバー経営者と結婚していろいろあったが、2023年3月9日に更新された。インスタグラムのストーリーによると、夫の新一さんと共にアパレルブランドを立ち上げたそうだ。お騒がせ夫婦のアパレル事業か。お母さんを安心させるためにも成功してほしいけどね。お次は細木和子さんだ。え、あの六星占術の細木さん。だな。六星占術は宗教家で占い師の細木さんが中国古来の疫学や三名学、万象学などを元に編み出したとされる占いだ。1985年に。運命を読む六星占術入門がベストセラーとなって以降、人気占い師として有名になったよな。テレビにもすごく出てたよね。2003年頃、細木さんが人生相談を行う特別番組が 20% 前後の高視聴率を上げて、多くのレギュラー番組を持つようになった。視聴率の女王と呼ばれ、野村幸代さんやデヴィ夫人らに並んで熟女タレントとして活躍するようにもなったんだ。でも急に見なくなっちゃったでしょ。本業の仕事に専念するっていう理由で2008年3月からレギュラー出演しなくなったからな。特別番組には出てたりしたんだぜ。でも2021年11月に東京都内の自宅で呼吸不全のため息を引き取ってる。83歳だったんだ。占いで成功してお金持ちなんだろうとは思ってたけど、ホスト遊びしてるイメージはなかったけどな。六星占術の著書の販売部数でギネス記録もあるからな。豪快だった細木和子伝説は数々あるようだぜ。そもそも生い立ちからすごいからな。ほう、占いのことしか知らないわ。彼女の父親は土佐の国、今の高知県で代々代官をしていた名家に生まれ、東京に出てからは政治運動家として活躍してたから、政治家や暴力団関係にも幅広い人脈を持ってた人なんだ。すごい父親だったのね。細木さんが5歳の時に父親は病気で他界し、細木さんは16歳でミス渋谷に選ばれると1955年、東京駅の高架下でポニーというスタンドコーヒーの店を開店してるんだ。ええ？16歳で自分の店持ってるの？驚くのは早いぜ。この店は開店からわずか半年で売却してその資金を元手に新橋にクラブをオープンさせ、これも翌年には売却して1958年には銀座にクラブをオープンさせるんだ。ちょっと待って、学校は？高校在学中に宝塚音楽学校に合格したんだけど入学を辞退して、高校は3年生の時に中退して店を切り盛りしてるんだ。17歳か18歳ってとこでしょ。それですでに銀座のままってどんだけよ。銀座は20歳だな。25歳で結婚するも3ヶ月で婚家を飛び出して3年で離婚。再び赤坂や銀座でクラブを開いたが、詐欺にあって莫大な借金を背負い、極道の追い込みをかけられた時代もあったそうだ。生い立ちやばいじゃん。1975年には4億円の負債を抱えた歌手の島倉千代子さんの後見人として、これを整理した銀座のママとして有名なんだぜ。と言っても、後ろには暴力団の幹部がついてたらしいけどな。
島倉さんって実印を人に貸しちゃって、全く面識のない赤の他人の保証人にまでされちゃって、ものすごい借金を背負っちゃったんだって、おばあちゃんが言ってたわ。1983年には政財界にも力を持つことで知られる陽明学者の安岡正弘さんと知り合い、安岡さんの親族が反対する中、安岡さんと交わした結婚誓約書をもとに単独で婚姻届を提出したことも有名だぜ。そうなの。まあ、安岡さんの親族が婚姻の無効の調停申し立て、その翌月に安岡さんも、他界してしまったから初7日には席を抜いて和解したんだけどな。あっさり話してるけど大変なことじゃない。とにかく、もてはやされてはバッシングを受けるっていうパターンの多い細木さんで、1993年には人の不幸や不安につけ込んで不当に高額な墓を買わされたと、霊感商法ばりの損害賠償を求める訴訟が各地で起こったりもしてる。え、お墓を売りつけてたっていうの？2021年のインタビューで細木さんは、私は墓石なんて売ってないよ。そもそも墓石を売っちゃいけない法律があんのかって言いたいよ。グルだって言われた墓石屋は、もう10年も前に潰れてる。ただの噂だよって言ってるけどな。ホストクラブに行ったことは？そんなには遊んでないよ。酒も20年前に体を壊しそうになってやめたの。でも、ガメついゼニバーさんって思われるのは嫌だから、ホストに行って遊んでる風に見せてんの。その方が親しみやすいじゃん。月に1回行くか行かないかよって言ってるな。親しみやすさをアピールするためにホストクラブで何百万円も使っちゃうんだ。占いの携帯サイトで月8000万円の収入があり、年間300万部を超える著書の印税は年間2億円。1時間のレギュラー番組で1本400万円のギャラを受け取っているから、もう金には不自由していないって言ってたそうだからな。切符がいいっていうのかしら。お金持っててちょっと寂しい人なんだとしたら、ホストクラブもありなのかもね。お次は長澤まさみさんだぜ。え、あのコンフィデンスマン JP の長澤まさみさん。私は長澤さんといえば、映画世界の中心で愛を叫ぶのスキンヘッドだな。興行収入85億円の大ヒットで、第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を史上最年少で受賞したんだぜ。長澤さんの主演作品はみんな見てると思うわ。ヒット作ばかりだもん。2009年の群青愛が沈んだ海の色はヤバかったけどな。まあ、今回は映画のことは置いといて、長澤さんがホスト狂いってどういうことよ。長澤さんのホスト狂は結構有名なんだぜ。特に出張ホストにハマりまくりらしい。出張ホストって何々？出張ホストは、女性の彼氏のような存在で、好きな時間に好きな場所で一緒に過ごすことができるサービスだ。じゃあ、推しのホストを独り占めできちゃうの？他のキャストのいない、二人きりの時間を過ごすことができるわけだからな。もちろん、料金プランも違ってくるぜ。ホストクラブの料金は、店での飲食代がメインだけど、出張ホストの場合、指名料に時間あたりの料金、デートの諸費用と交通費も女性持ちだ。でもそれって一歩間違えると怪しくない？危険な目にあったりしないのかしら。法令遵守してるかどうかや、いくつかのチェックポイントはあるだろうな。基本的にデートサービスを主体にしてるから、話し相手が欲しいとか、日頃の疲れを癒したいとかの他に、普段は経験できないような体験がしたい人にはいいだろうな。普段は経験できないような体験って？出張ホストは一般男性との付き合いとは一味違うおもてなしを提供してくれるから、まるで物語の主人公のようなお姫様気分を味わえるのも醍醐味の一つなんだ。つくよもきっとこんなことまでしてくれるなんて、って驚くと思うぜ。じゃあ、長澤まさみさんは、そんな一味違うおもてなしにハマっちゃったのね。長澤さんには、もう何年も指名し続けているお気に入りの出張ホストがいて、その人は呼べばいつでも駆けつけるほどの献身っぷりだったそうなんだそうだ。そりゃあ、長澤さんに呼ばれたら速攻駆けつけるでしょうね。長澤さんは大きな仕事の前後には自分へのご褒美として、このホストを連れて1週間の旅行に出かけることもあったそうだ。1年で数千万円以上使ったこともあるっていうから完全にハマってるな。そんだけ稼いでる長澤さんにマジリスペクトだわ。2022年11月にはここ最近、長澤さんが新宿の歌舞伎町に頻繁に出没しているという話が出ている。とホストクラブに入り浸って、グラス片手にハメを外す姿が目撃されてるとかっていう報道もあったな。店にも行ってるんだ。長澤さんは大の酒好きで、リリー・フランキーさんと六本木のバーで朝まで一緒に飲む姿を報じられたこともあったしな。歌舞伎町の女王は長澤さんか。次は牧陽子さんだぜ。ショートカットがよく似合う小顔の女性よね。応募者約1000人の中からわずか5人っていう合格者に選ばれて、中台達也さん主催の
俳優養成所無名塾に入塾し、2年目にして重要な役どころを任されるまでになるんだ。マキさんの目力に引きつけられるわ。そんな彼女に映画の交番騒動が起きたのが2017年11月だ。事務所はマキさんのコンディションを考慮しやむを得ず交番と説明したが、マキさんはプロデューサーの元に乗り込み、降ろさないでほしい、と嘆願していたと報じられたんだ。マキさんと事務所で何があったの？マキさんはギャラの取り分をめぐり事務所に不当に搾取されていると思い込んでるって言うんだ。実際はマキさんの所属事務所はまだ良心的な方で、ギャラの取り分もタレント側に手厚いらしい。なのにマキさんは取り分が少ないっていうの？マキさんはお金がない、お金がないとこぼしていたそうだ。実はマキさんにはかねてから浪費癖が囁かれてるんだ。それがホストクラブなのね。そのお金の使い方は相当なもので、一晩で2000万円以上も使ったことがあるって噂されてるんだ。業界でも相当なホスト狂いとして知られてるっていうから驚きだよな。男兄弟の中で育ったせいか、男っぽくて気が強いって言ってなかった。そんな人がホストにはまるかしら。男っぽく気前良くなっちゃうのかもしれないぜ。歌舞伎町のホストの間でもマキさんは有名人で、大金を使って嵐のように去っていくと評判なんだそうだ。どんだけ男前なのよ。噂になってるホストクラブは歌舞伎町でも最古さんの名門クラブで、かつては日本一のホスト数を誇っていたものの、ここ数年は落ち込んでいたそうだ。が、2016年にマキさんが現れ、売り上げ日本一に返り咲いたっていう本当の話があるみたいなんだ。2015年に離婚して娘を育ててるんじゃなかった。マキさんのお母さんが見てくれてるらしい。マキさんは指名のイケメンホストを隣に呼んで、他にも何人か引き連れて数十万の高級シャンパンと数百万の高級ワインを入れてたって。居合わせた客の証言も報道にあったな。その時使った金額が2000万円。2017年8月にはコミケの参加をめぐる騒動を引き起こしただろ。経費をクラウドファンディングで募ったのもお金がなく、なんとか稼ごうとした結果だったって見方もあるようだ。事務所に食ってかかる前に、お金の使い方を考えた方が良かったかもね。お次は深田恭子さんだぜ。深キョンとホスト、全然想像できないんですけど。天然系清純派女優と言われ、年齢を重ねるごとに美しさに磨きのかかる魅力の女優さんだからな。そんな人に誘われたら断る人はいないよな。え、彼女から誘ったの？って誰を、まさかホストを。1999年に、新宿のホストクラブに通っていることがスクープされ、常連だったと報じられたんだ。おまけに六本木のホストと体の関係になったとも言われ、彼女から誘ったのではないかという疑惑も浮上したんだ。ほんとかな？実は深田さんはあどけない顔をしてるけど酒豪で有名なんだぜ。新宿2丁目でシャンパンを開けまくってた、六本木で女子会を開催し飲みまくってた、などなど目撃情報が多数あるからな。本人も番組で酒好きを認めてたわね。次の日に撮影がなければ、飲みますね。お休みの日は朝起きたら天気がいいな。お酒飲もうってなります。って言ってたのを聞いて驚いたもん。さらに男好きなんて噂もあるんだ。確かに熱愛が噂された男性の数は多いんだよな。私だって少しは聞いたことあるわよ。2004年にクリームシチューの有田さんとフライデーされたもんね。まあ、昔はホスト卿だったこともあるって感じだから。彼女のイメージはそうそう損なわれることはないかもな。泣かされてボロボロになっちゃうようなことだけは避けてねえ。じゃあ次は後藤真希さんに行くぜ。モーニング娘。の元メンバーね。とんでもない悲劇にあった芸能人7000で紹介したから。ホストが用意してもちょっと許せちゃうかな。1999年モーニング娘。第2回追加オーディションに合格し、3期メンバーに内定した後藤さんは、才能が飛び抜けていたと言われ10年に1人の逸材として加入したんだ。加入当時は金髪で、学校が夏休みだったから染めたって言ったけど、当然保護者や中学校、芸能プロダクションなどに苦情が殺到したのよね。だな。加入直後にセンターを務めたラブマシーンはモームス初のミリオンセラーになり、ソロデビュー曲愛のバカ野郎もオリコン初登場1位と抜群の人気を誇ったんだ。2002年にモームスを卒業して大河ドラマに出演したりしたけど、あくまで歌手としてアジア進出を目指したのよね。問題はその後だな。2007年に弟の結城さんが逮捕され活動休止。2010年1月には自宅3階から母親が転落して命を落とした。父親は後藤さんが小学校5年生の時に滑落して他界してて、母親が子供4人を育ててたんだよな。後藤さんもショックを受けて2012年に活動休止して、
2014年に復帰したけど3歳年下の一般男性と結婚するんだよね。長女と長男を授かり、2017年にはベストマザー賞を受賞しママタレとして再ブレイクするも、2019年、今度は本人が5歳下の男性と不倫し、夫が男性に損害賠償を求めて提訴したと報じられ、全面謝罪した後藤さんは再び活動休止に追い込まれたよな。で、どこにホスト通いが入るわけ？2011年7月に夜の部に来店し、日の出タイムも何度か来店していることが報道されたんだ。中でも閉店間際に訪れて、ホストを持ち帰るのが趣味だったという噂があったな。アバズレだとかきついこと言われた時期があったみたいね。2018年9月には元ホストが週刊誌に後藤さんと体の関係があったことを告白したんだ。彼がホストをしてる時期に母親と共に訪れてた後藤さんのホスト遊びは歌舞伎町では有名だったそうだ。お母さんも言ってるとは聞いたことがあるわ。後藤さんが一人で来店するようになると彼女をめぐって、ホスト同士で殴り合いが起きたこともあったっていうぜ。後藤さんはアフターに誘うとすんなり OK してホテルに移動したと語られてるんだ。芸能人のプライバシーって平気で踏みにじられるから、傷ついてしまわないように自分を守ってあげてほしいわ。ラストは飯島直子さんだ。私、大好きなのよ。綺麗で可愛いんだもん。チューブの前田のブテルさんと、結婚した時はちょっとショックだったのよね。離婚しても昔のようにテレビで見ることは少なくなっちゃったよね。ショックがどの辺なのか知らないけど、現在55歳の彼女は全然劣化することなく、2021年に不動産会社経営の男性と離婚して、少しずつテレビにも出始めてるぜ。2012年に再婚して、また離婚しちゃったんだ。子供もいないんだよね。だな。元祖癒し系女優として有名な飯島直子さんが、ホストにハマっていたという噂は有名だ。飯島さんがハマったホストの名は、歌舞伎町のオンリーユーさん。ホスト黄金時代と呼ばれる1990年代に活躍していた、歌舞伎町でも有名なホストだ。その人だけにぞっこんだったのね。飯島直子さんとホストが付き合っていると話題になったのは2006年頃だ。2001年に前田さんと離婚が成立し、2012年には会社経営の男性と、3年間の交際の後に結婚したと公表してるから2001年から2009年の間のことだな。そうだったんだ。その頃の噂では飯島さんは彼に3億円以上のお金を使い、港区に同棲するための、タワーマンションを購入して、彼はホストを辞めた。にもかかわらず、彼の二股交際が発覚して破局っていうものだった。3億、桁が跳ね上がったわね。ホストクラブで一晩100万円は当たり前だ。時には500万円も使うこともあったし、車にマンション、ホストを辞めても働けるようにと、アパレルの専門学校費用まで出してあげてたっていう噂もあるんだ。飯島さんって尽くすタイプなのよね。でもホストの水揚げなんて初めて聞いたわ。2億5000万とも言われるマンションを購入して同棲していたぐらいだから、飯島さんはかなり本気だったんじゃないかな。そこまでしてもらって二股かけるなんてひどいじゃない。でも最後は、飯島さんの事務所が彼に手切れ金として1000万円支払い、無理やり関係を終わらせたっていう噂もあるんだ。彼は破局後咲夜亮さんと、新しいホストクラブをオープンさせたみたいだな。咲夜亮さんって、生涯で10億円以上を稼ぎ出したと言われる元カリスマホストだよね。だな。今は二人ともホストを引退してるぜ。二度目の離婚も旦那さんの不倫が噂されてたでしょ。飯島さんって男性に尽くすのに、なぜか報われないのよね。もう損するだけの人生は送らないでほしいわ。ということで今回はホスト狂いだと噂の芸能人を7人紹介してきたがつくよ。どうだった？何調べてるんだ？いや、ほら、出張ホストっていうやつをさ、高額のために体験してみるのもいいかなとか、ちょっと思ったからね。でも、巷の評判だけよ。チェックしてみようかなって。いいけど、出張ホストと似たようなサービスが存在してるから気をつけろよ。ママ活やレンタル彼氏、女性向け風俗なんかもあるからな。そんなに色々あるの？間違っちゃったらやばいじゃん。プロのホストが考え抜いて、女性が喜ぶ素敵な体験を作り出すのが出張ホストだ。だからホスト遊びが悪いとは言わない。ただ、身の丈に合った遊び方を楽しむってことを忘れちゃいけないわけだ。利用する理由も様々でしょうしね。願わくばホストさんたちは女性の味方でいてほしい、ということで。ご視聴ありがとうございました。